新中です。ハッピースピース。やっほーみんな、今日は今どこにいるでしょうか。外れねー。今なんと雨村に来てます。雨村感あります。雨村って服屋さんが多いじゃないですか、はい、でちょっと暑いから歩こう。うん、だよな、うんうん、ほんまにちょっと日焼けしたくないし、見てこの感じで日焼けしたら終わりじゃん。え、終わり。最悪行こう。もうあのなんていうの、ボーンレックみたいな。ボーンレックじゃない、あのターキーレックじゃない。え、でもボーンレスハムみたいな。もうあれって長い。それレディガガ。それボンディスウェイン。まあ、新高ってちょっとあのおしゃれ部門でこうちょっとやらせてもらってるじゃないですか。ねえ、治安悪。ねえ、治安悪いんだけど。治安悪。今日はちょっとブランド物とかがあるところ、はい、ショップ、まあ古着なんですけれども、せーの、え、じゃーん、じゃーんみたいな、じゃーんみたいな。アウラザコーンさん、アウラパリヴィンテージと、アウラミラノヴィンテージ、はい、あのちょっとヨーロッパの。あ、すいません。ごめんなさい。ウキウキワクワクドキドキやらせていただく。ドキンちゃんみたいな。ドドドドキンちゃん。ドドドドキン。はい、それでは早速入っていきたいと思います。あ、え、おしゃれよ。間違った。何何何？間違った。あ、ヒーチャータイプね。ヒーチャータイプでした。すいません。すいません、お願いします。待ってください。早速取っていこう。はい、めっちゃいい匂いじゃない。めっちゃいい匂い、わかる。これのせい多分。あ、これこれ知ってた、あのアメシストっていうねんで。あ、そうなん、岩塩やと思ってた。よろしくお願いします。え、見て、カバーめちゃあるよ。ちなみにタカこれが好きです。早いね、見つけるの。タカのお母さんもこういうの好きやんな。え、好き、遺伝似てるよな。遺伝やな。え、これもカバン悲しい。これもカバンなんですよ。これ悲しいな。攻めすぎちゃう。いや、この辺とかに入れるんちゃう。帽子なんかもちょっと売っちゃったりとかしてて。あ、かわいい。メゾンキツネ8900円。え、えぐ、少ない。その隣はね、すごいんですけど。これなんとジバンシーの帽子ですね。へ、で、あの俺って頭でかいで有名やんか、はあ、結構ちっちゃいけど、いけるかな。いけるよ、やってみるかな。あえ、どう。なんかサムズで働いてる。サムズだよ。難しい、みんなわからないの、サムズとか。いい感じ。え、いいと。え、これどう。え、お待たせ。ちょっと服見よっか。え、タカに似合うやつ探してくれる。オッケーオッケー。タカに似合うやつだ。もういいわ。もういい。もういいわ。うわ、綺麗やな。サンローランジーンズとか変えちゃって。綺麗それ。綺麗な。でも俺ら大丈夫、足短すぎて乳首で履く感じになる。大丈夫。来ます。乳首履きスタイルやん。乳首履きでいこう。絶対そう、絶対そう。かわいい。かわいい。おセリーヌです。あ、セリーヌって言います。はい。あ、なんかちょっと。なんか。あれ、なんか。なんかさ、かね、おばみつよ。おばみつよしてんだ。え？あ、似合う、イケイケって感じ。ただこういうやつ似合うのよ。知らんかった。うん、え、東京行けんで、あんたそれで。アクセサリーコーナーもあります。やばいねーす。マジ安くない、ね、ほんまやな。だってブランドもんやろ。せやで。小さわぐわ大阪の。見てめっちゃかわいい。コインケース、え、見て、かわいい。ちょっとクリスタルガイザーあかんわとか言って。うわー、お高い女だ。家でちょっと出してきて。やばな。メンズのお客さんとかで来られるんですか。メンズも最近増えてきて、大きめのサイズとかアクセサリーも用意してて、はあはあはあ、なんかこう、きれいめ男子目指してて今若干汚めだもんね。やめよ。結構今日、お気に入りのつもりやねんけど。分かった。お気に入り集めや。あ、いいよいいよ。集めて、紹介しよう、みんな。それな、ちょ、真剣にマジで 、うん、見よう一旦な、うん、集めましたー。ここでちょっとテーマ決めてんけど、そうそうそう、あの僕の場合ですね、ポールくん。あ、名前、うん、あ、やだ、名前で、はい、ポールくんなんですけれども、ポイントはポールくんですね。で、あの本日のテーマは今日告白をしに行きます。あの好きな花持ってんじゃん。そう、花持ってるんですよ。かけにして。これあのさっき乳首で履けるやつみたいなやつって言ってたんやけど、だからこれが来たらここぐらいまでなるってことだよね。そうそう、僕の場合ね、もうもはや見えないんで。でもポールくんはこの感じでこう履けるんで。そうそうそう。あ、ポールくん高身長なの。この感じで履けます。はい、はい、それではタカの番です。よろしくお願いします。どうした、どうした、もう入り込んでない。
よろしくお願いします。ですね、この子は図書館が大好きな子です。あ、そうだよ。本が大好き。だからこれお父さんからカッパだった本を持ってます。あ、本好きやねんけど自分では買わへんねん。そう、この子タバコ吸っててほしいかも。帰って持っといてほしい。はいはいはい。かっこいいやん。テンション上がりすぎや。結構じゃあ悪い感じ。そうそうそう、これなんか首に巻いちゃったりして、はいはいはい、ほんまにええ加減にして。で、こういうのこれあのお母さんから譲り受けた靴です。ちっちゃいな。それまたちっちゃいな。しかも鬼のヒールやけど大丈夫。大丈夫大丈夫大丈夫。ほんまだってさ、これ隠れるで。靴ずれえぐない。これ隠れるで。ちっちゃい。スタイル大丈夫これ。え、これ何の本読んでんの。アワービレッジ、私たちの川。お父さん何読んでんだろうね、こんなの。BL で言ったら、はいはいはい、BL で言ったらこっちは真面目系、こっちはヤンキーだけど、うん、こっちから出てる。え、めっちゃいい。やばい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 。まあ、告白相手だ、この。あ、なるほどね。うわ、男だ。かわいい。で、名前はな、あ、非公開な。アジャス。アジャス。アジャス。いいよいいよ。ちょ、反応薄い。ちょっと反応薄い。アジャス。はい、茶番に付き合いいただきありがとうございます。すいません。隣のミラノの方もちょっと早く見たいんで行っちゃったりして。いいですか。お邪魔します。お邪魔します。なんかワインっぽい匂いしやん。え、かわいい。やっぱまたなんかちゃうな。ほら、ロザリオ。俺ら一時ロザリオバカハマってさ、もうじゃら漬けしとったやん、マドンナに憧れて。プラダもあるわ。俺ら最近なんかプラダの女になりたいっていう話しとって、うん、そう。あ、そうやんな。プラダもあるはずやん。うわぁ見て、これ可愛くない。ウェスタンブーツみたいな。え、可愛い。ミュウミュウで。あ、もうシーンだ。この3ってなんなんやろな。聞いてみる、3ってなんなんですかって。え、多分ミュウミュウのミ。え、みゆみゆのみ。ひふみひふみのみ。はい、かげしで、これ両サイドでみゆみゆみたいな。あ、ねえ、ごめんなさい。俺さ、キャバ嬢に永遠憧れてるって言ってるやんか。キャバ嬢こういうの着んのよ。着るな。マジ可愛い。しかも出勤の時じゃないねん。同伴とかにこんなん着んねん。うわー、高級寿司行く時だ。そう、めっちゃ好き。かわいい。確かに後ろこんな感じやわ、キャバ嬢の後ろ。え、そうやろ。もう絶対これやねん。キャバ嬢の同伴コーデのこの後ろ、バックスタイル絶対こうやねん。どこのやつ。バレンティーノ。フェラガモのカチューシャめっちゃ売ってる。あ、かわいいかも。かわいくない。あ、いいんじゃない。かわいい。ちょっとさりげにリボンみたいな。え、キーリングおしゃれにしたいな。え、だからこういうシンプルなキーリング好きなんだけど。え、めっちゃわかる。俺さ、今100均で買ったキーリング使ってんねんな。俺マーク・ジェイコブス。え、やば。マウント取られた。あ、シーン。はい、ヨガコーナーで。え、シーンだ。ヴィンテージですよね。はい。めちゃめちゃ状態いいやつばっかりじゃない。いや、状態いいのを集めるように。なるほど。モットーがエグい。モットーがエグい。目指してるところ。中のこの綿みたいなのがちょっと引っかかっちゃった。やばくない？これちょっとスーパーでこうリンゴとか買いに行くときに、リンゴとか買いに行くときに、玉でここリンゴ。玉でこれで行くわ。え、ありあり。何買うの？牛肉とかかな。牛。ギグ。で、四角入るやんか。ああね。パックもいけるみたいな。これ可愛くない？可愛い可愛い。あ、これミュウミュウ。え、可愛い。でな、俺気づいてん。見てください。うわぁ、みゆみゆって。さりげない。あるよね、こういうの。さりげない。マジでかわいい。隠れみゆみゆみたいな。隠れみゆみゆ、うん、多分もうない。一個見つけてもうあ、そう、うん、1個だけな。集めちゃいます。そうですね、お気に入りアイテム。お気に入りアイテム集めちゃいましょうか。じゃーん。あの、ちょっとミラノの方ではともこっていうあの女性をこうイメージして、うん、で、トモコはあのキャバ嬢に憧れてて、でもあの今は億万で働いてます。そうで、あの結構おしゃれしてバイトに行くっていうのにハマってて、で、これでいつも億万出勤してます。めっちゃ可愛い。だからあの掛け持ちで取引とかもやってるしね。あ、そう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 、最近始めたって言ってて、で、朝5時からコンビニのバイトに行ったブランド物が大好きやから。そうやで、働かないといけない。これちなみに上が
あのバレンチノ で中がジルサンダーのシャツ、あのサルバトレフェラガモのこうカチューシャなんかつけて。トモコってさ、やっぱり居酒屋出勤ばっかりやし、何かあった時のために消火器をいつも持ち歩いてて、でやっぱ赤好きだから、うん、その赤合わせでね、そうそうそう、最近持ってんだよね。これガチ可愛いねんけど。これ可愛いな、見て松底17,800円やしね。だからでも結構こっちも好きやで。いや、わかるわかる。12,800円、バレンティーノ安っ。ここのロゴとかも全然、うん、状態良すぎ。ただね、かかと見えるの好きなんだよね。あ、わかるわかる。出したいよな。出したい。俺は出せないじゃん。なんでな。カサカサやで。いい加減にして。ただいまアウラジャポンさんでお買い物させていただきました。これ何、フェイスカバー、これ不織布ジバンシーでーす。これでなんぼ。18,000円だ。18,000円、うん、ここにあれがついてる。ごめんね、爪汚くて。ちょっとつけてみる一回。いけいけ。私はサルバトーレフェラガモ。何を買ったかというとですね、じゃーん、ピアス。シンプルなやつが欲しかったん、ずっと。でも安物使いたくないし。そう、しかもゴールドよね。そう、絶対に可愛いと思ってこれ買いました。よかったなぁ、いいの見つかって。買いすぎて しんどい。なんだろうな。ドン、エトロのポロシャツです。かわいそうなげんや。3000いくらかになってる、うん、安すぎ。これ可愛い。ちなみに透けてます。ほんまや、見ます。え、似合う。We won なって感じ。やからさ、やからさ、やからさ、うん、これ持ってるやん。あ、バレンチノの。そう、合わせちゃったりして。 We won なって感じ。 We won な、マジ We won な、 We won な、 We won なって感じ。デレンデンデレン、はいはいはい、デレンデンデレン、はいはいはい、ドルチェ&ガッパーナの、おー、ジラス。せーの、デーン。あー、そうだそうだ、ロザリオです。8,900円か。うんうん、8,900円ぐらいです。あ、いいやん、ガチかわいい。着てみようかな、うん、ピアスつけてみたら。ピアスつけたい。ちょっとかも着替えるわ、一瞬。あー、めっちゃいいんだけど、ピチピチか。見て、ちょっと見せちゃったりして。え、かわいい。これにスラックスやろ、完全に。かわいいよね、これ、うん、いいっすね、こうやって。あ、やば、お腹がなんかさ、タカ、ネイルにも見せる。そんなことない。ここかかとカメラで見たらそう見えるけど、実物見たら、でかいかな。え、嘘、ほんまに。しばきあげんで。アウラさん、この度はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後に映えちゃった写真をエンドロールにするので、よかったら見ててね。